はい、おさきんです。今日も山岡屋さんにお邪魔しております。トッピングチャレンジをしたいと思います。出ました、黒バラ海苔ダブルです。TKG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 。 すごいルックス。バイユー黒バラ海苔、本当にうまいですね。スープが違います。黒バラの湯で一面覆い尽くされてます。うまい。黒バラの湯は切ったりせずにそのまま乾燥させ、旨味が凝縮された海苔になります。黒バラの湯をかき分けてストレート麺、うまい。スープ、マイウキラキラ光る TKG の卵、専用のタレをかけます。はい、ありがとうございます。はい、うまい。しみしみのりからの TKG。 うまい。熱々です。チャーシューからの スープ、うまい。しみしみのりからのTKG、 うまい。はい、今日も山岡屋さんにお邪魔しました。今日は塩ラーメンのベースに黒バラ海苔ダブル、ネギトッピング、サービスチャーシュー2枚プラスって感じになりました。であとね、TKG、これまあお酒おっさんなんで知らなかったんですけど、卵かけご飯の略だそうですね。まあ2年ぐらい前に全盛期流行ったみたいですけど、今年初めて知りました。ねまず感想なんですけどね、至福のひとときでした。ね黒バラ海苔はね本当美味しいですね。前回違うラーメン屋で岩海苔も入ってたんですけど、少し違うのかなって感じですね。岩海苔は生の岩海苔なんですけど、黒バラ海苔は乾燥させてっていうことなんですね。これで調べたところ、美味しい食べ方とすればやっぱりラーメン味噌汁に入れるなんてのがスープに合うっていう感じなんですね。
なのでね、塩ラーメンのベースがガラッと変わりましてね、豚骨の肉と、海の幸ということで中和されましてね、非常に美味しいです。塩ラーメンもね、割とあっさりはしてるんですけど、最後までスープ飲み干したいなって思えたのはやっぱり黒バラのりのおかげですね。スープが美味しくなります。一応リスナーさんの方から教えていただいて、塩ラーメンが一番合うよって感じなんで、塩ラーメン今日チョイスしました。本当にナイスですね。本当美味しいです。美味しいの一言です。本当に今日も美味しかったです。ありがとうございました。ごちそうさまでした。また来まーす。はい、今日のプレゼントです。はい、じゃーん、こちらですね、女性の方のワンピースになります。はい、こんな感じですね、ワンピースです。はい、こちらのプレゼント欲しい方は P2 と書いて、お先の DM に P2 希望って書いて送ってください。先着です。レディースです。よろしくお願いします。チャンネル登録がお済みでない方、ぜひチャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。